皆さんお風呂に入りますよねでは植物キュウリの苗をお風呂に入れたらどうなると思いますかこの写真ではえキュウリの苗をお湯につけていますその後病原菌をキュウリの葉に摂取しています2日後ちょうどいい湯加減40度ぐらいのお湯に入れたキュウリの葉では病気にかからなくなっています病原菌に植物が感染すると感染した部分に 活性酸素種というものが発生しましてこれが引き金となって植物ホルモンであるサギチル酸ができこれが情報を伝達して植物全体に植物防御物質が生成して熱ショックに対する抵抗性が誘導されることが分かっていますお湯につけるような熱ショックを与えるとやはり活性酸素種が葉の中で生成しますそうしますと どうやら植物は病原菌が感染したと勘違いをしまして、えー、同じような抵抗性反応が起きるのだろうということが今までの研究で分かってきましたそこで私たちはこれをいちごで使うことにしました私たちのいちごのハウスにこのようなお湯をまく機械を作りました名前が「湯けむら」週1回お湯をまきながらいちごを栽培しました 左側の方は、えー、農薬もお湯もまかない無処理のイチゴですうどんこ病が全体に発生して白いカビだらけになっていますところがお湯をまいて育てたイチゴは、えー、ほとんどうどんこ病は発生していませんワンシーズンで農薬の散布回数はなんと普通の栽培の3分の1まで減らすことができました そしてイチゴを栽培する上で今とても問題になっているのが薬剤耐性菌の出現ですこれは農薬をいくらまいても効果が出ない薬剤に対して耐性を持った病原菌が増えているということですこういった薬剤耐性菌に対してもこのように 殺菌剤で菌を殺すのではなく植物を病気に強くするという方法は有効であるということが確認できました熱いシャワーを浴びると私たちもこのような効果がありますが植物も病気に強くなるだけでなくいろいろな効果があることが分かりますそこで私たちは今震災の復興事業で南相馬や陸前高田といった地域で この研究を実用化するべく頑張っています。